はい、1週間のご無沙汰でございます。ご無沙汰でございます。かんちゃんこと神田茂雄でございます。じんちゃんこと陣のぼるでございます。今年もね、暑さがずっと続いたんですけれども、まだまだこれからずっと続くも分かりませんね。そうですが、まあね、はい、涼しい、我々の懐みたいに涼しい日が来るといいですね。そうです。やっぱりね、日本には秋という素晴らしいものがございますから ね、それにはやっぱり失恋というのが来るんですよね。ああ、失恋、はい、じゃあしょっちゅう失恋じゃないですか。そうなんですけどね。だから今日はですね、この昭和10年の時に大ヒットを飛ばしました、はいはい、雨に咲く花をですね、ちょっと歌ですね、皆様方にね、聞いていただこうと思っております。感情を込めてお願いします、はい、それではどうぞ。及ばぬことと諦めました。だけど恋しいあの人よ、ママになるなら今一度一目だけでも別れた人を思えば悲しい、呼んでみたとて遠い空、雨に打たれてさ私の恋かしら。やはりいいですね、雨に咲く花、ありがとうございます。この井上博さん、ちょうど僕はね、じんちゃん、大阪にいる時でした。ああ、それ大阪にはいろいろと思い出があるんですね、かんちゃんは。たくさんございますね、ということでですね、はい、今日はね、雨に咲く花を皆様方に聞いていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。よかったですね。ありがとうございました。テレビ放送センターの桜坂放送です。今ご覧いただいております激辛スターチャンネルはインターネットでも見ることができます。テレビ放送センター株式会社のホームページを開けて激辛スターチャンネルのボタンをタッチしてください。このようにいつでもどこでもお好きな時間に見ることができます。またこの番組では出場者を募集しています。ぜひご応募ください。よろしくお願いします。桜舞い散る池田山。
あっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。ねえ、はい、今日はね、一押しコーナーでジョーさんに歌っていただきましたんでね、どうでした。そうですね、うん、今日は久しぶりだったのでね、うん、ちょっと胸がドキドキしましたね。ドキドキした、はい、いい男がいてドキドキしたんじゃなくて。それもあります。あ、そう、はいはい、ありがとうございました。無理やり言わせてるようですね。、はい、だんだん司会も慣れてきてね、はい、こういうことも言えるようになりますよね。もうバッチリですよ、はいはい、今週もですね、愛知県清須市の西琵琶島町のカラオケハウス花花さんからお送りいたしました。はい、はい、それでは今週はこの辺でさよなら。はい、さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何も知らずについてきた。ひたすら信じて。これからの人生を